マイロとアタコのダリアをグラフ愛と涙のダンスバトルツアー2014。おはようございます。おはようございます。なんだ、来たのか、ついてきたのか。おお、笑ってこられてみたいな感じだねカメラの。ああ、はい、うんうん、今日からいろいろ、イタリアの方に。ああ、そうだ、ヨーロッパだ、はい、ついに俺もな。で、まあ、そのダンスバトルがあるということなんですけど、まあ、その意気込みをね、ちょっといただけないでしょうか。そうですね、日本とはやっぱり違うと思うんですよ。その何でしたっけ、カレー世界一。違いますね、ダンスバトル。カレー世界一のルーの配合の世界一。違いますね、配合スパイスの。そ の, あの、まあ真面目な話すると、あのレゲエダンスの大会じゃないんだよ。なるほど。オールジャンルの大会で、むしろオールジャンルの大会と言っても、そこにレゲエという枠を入れてというか、そのレゲエとダンスも認知してという設定なのかどうかも分かんないんだよ。多分レゲエダンサーも僕だけやと思うし、いろんな面でほんまに挑戦かなと思ってます。大それたことを言うように聞こえるかもしれないけど、一応世界も撮ってるし、あのほんまになんていうの、レゲエ代表として、あの出場してる気満々だね僕は。まあ3対3っていうのもね、鍵になってくるね、すごい、ピンじゃないからね。わかりました。はい、ではということで行ってみましょう。人に迷惑かけた人は、まず まずはパリに到着しました。おい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 、これから乗り換えて、おい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 、ボローニャ、おいおい、行きます。ボローニャね、ボローニャ。次どこ行くんですか。ソビエト。ソビエト。やっと次ね。やばいね。ソビエトにやっと向かうということで、はい、次はもう寒いです、ね、13本飲めないということで。ええ、あ、ワインは13本飲めないということで。ああ、日本が2本だ。とてます。みんなとてますよ。ああね、次はワイン何本飲むんですかね。ワインは2時間ないんで2時間ないんで、いいんで、10分単位で行くしかない。1時間じゃ無理やね。なんとか行こうとしてるんですね。ホップですかね。ホップって書いてますか。ホップって書いてるってことはあれじゃないですか。ビールか。ほんまや。ね。ビール。ビールだ。ドイツ。ドイツ。ドイツ。ということで。ね。ドイツ。今から行くぜ。何の大会でしたっけ。カレーを早食いたいから。カレーの早食いたいっていうか、っていうか、俺っていうか、ゆうかめっちゃ寒くない。いや全然頭痛い。死ぬほど寒い。はい、ボローニャ空港着きました。
これからホテルに行きます。前日ということで、あの各国のね、各国から来てるあのゲストジャッジですよね、マサヨシ君ですね。あのチャオチャオ、マサヨシ君です。どうもどうも。同じチームの良き兄貴分ということで、マサヨシです。どうぞよろしく。ジャンルは何ですか？ジャンルはいろいろやってますが、まあ、ミックスで全部やって、基本ロックロックダンスです。ということで、何年やってるんですか？15年。長いですね、なかなか。ここにね、白ワイン先輩が入って、そうですね、そうそうそう、白ワイン泥棒、白ワイン泥棒ねが入るということで、この3人のチームということで、飛行機の中で10本以上飲んだんですね。10何本でしたっけ？11本4本13本。泥棒ですからね。そう、今日は各国から来たゲストジャッジの人がワークショップやってるんですよね。そうですね。まあそんな感じで、泥棒先輩ちょっと先行ってはるんで、ちょっとそっちに合流したいと思います。来ましたね。来ましたね。来ましたよ。練習会場ですね。練習会場ね。だんだん家に来たんですよ。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、マイロとアタコの、ダリアをグラウン、愛と涙のダンスバトルツアー2014、はい、ということで先ほど大会が終わりました。そうだね。はい、結果報告お願いします。まあ、結果は本戦敗退ということで、まあ、セミファイナルにも行けなくて、でもすいません、なんかこう久々の負けなんで、ね、ちょっと食らってますね。あ、でもなんかね、思ったよりショックじゃないっていうのがショックかな。ちょっとまあ多分本領発揮できてないっていうのもあるし、まあ曲もレゲエじゃないし、っていうところかな。まあその言い訳に聞こえるところもあると思うけど、まあもともとそれを分かって出てる大会だから、まあ仕方がないんだけど、やっぱりその音取る、一個音取ることにしろ、やっぱりこう差はすごく出れるね。だからその曲、知らない曲でみんな音はめして、まあ、その曲を知ってて決めたらボス出るみたいなところもわからないから、うん、大体の勘で当てていって、でもやっぱその中に不安要素もあるから、こう技を多用しちゃうというか、もっといいところで技使ったらもっとボスれるもんもそう分からないから、どこにその音ハマるかも分からんが、とりあえずその次ハマるとこが来るまでなんとかこう回つむためになんかこうボスる技とかをしていくことが、そうだね、やっぱ良くないと思うね。あの一つはそのなんでそのショあんまり落ち込んでないことが逆にショックかという理由は、そのなんかまあ勝ち方も一つ分かりました。まあ、ある一定のというか、あるジャンルのダンスをある程度なんとか自分の中で今分かってるダンスねがあるんだけど、これを押さえとけばいろんなジャンルのダンスに対応できるダンスが何個かあって、それをとりあえずまあ習得することで次何か機会があった時にそういうのも混ぜながら、こういいタイミングでレゲエダンスっていうのを出して、もっとこうなんていうの、多分僕がやればレゲエダンスになっていくと思うから、それをこう違うジャンルを足して進化させて、さらにこう世界に通用するような、他ジャンルに通用するようなレゲエダンスを作り上げていこうかなと、この1年をかけてね。また同じ大会に出るかどうかは分からないし、同じチームで戦うかどうかは分からないけど、それでもあの次また他ジャンルのね大会、まあ、こういう大会どんどん出ていきたいとも思ってるし、ここなんかそういうこともやりつつね、進化させてそれを通用させるということを目標にしてね、ちょっと今後やっていきたいと思います。